佐藤秀幸は、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部准教授、大学院薬学研究院准教授。日本新薬株式会社創薬研究所 CMC 技術研究部での勤務を経て、大阪薬科大学薬学部助手、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。動体制御や薬剤学を専攻する薬学者である。 物性を改変することで、体内における薬品の動体の制御や、効能の改善を図る研究に従事していた。日本新薬や大阪薬科大学に勤務した後、静岡県立大学にて教鞭をとり、更新の育成に努めた。1985年8月に生まれた。静岡県により設置、運営される静岡県立富士高等学校に進学し、 2005年3月に卒業した。さらに、静岡県により設置、運営される静岡県立大学に進学し、薬学部にて学んだ。なお、在学中の2007年4月、静岡県立大学は地方公共団体である静岡県から同盟の公立大学法人に移管されている。2008年3月、静岡県立大学を卒業した。 それに伴い、学士の学位を取得した。そのまま、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。2010年3月、静岡県立大学の大学院における博士前期、課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。後年、南水溶性薬物シクロスポリン A の物性改変による薬物動態制御と題した。 博士論文を執筆し、2015年3月1日に静岡県立大学から博士の学位が授与された。大学院修了後は、2010年4月に日本新薬に入社し、創薬研究所の CMC 技術研究部に配属された。2014年4月、同名の学校法人により設置、運営される大阪薬科大学に転じ、薬学部の助手に就任した。 薬学部においては、製材設計学研究室に所属した。2015年8月、母校である静岡県立大学に転じ、薬学部の助教に就任した。2019年1月、静岡県立大学の薬学部にて、講師に承認した。2020年6月1日、静岡県立大学の薬学部にて準教授に、承認した。薬学部においては、主として、 薬学科の講義を担当し、薬剤学分野に所属した。また、大学院においては、薬学研究員の准教授を兼務した。大学院には研究員学部制が導入されており、薬食生命科学総合学部の講義を担当すると、ともに薬剤学教室に所属した。専門は薬学であり、特に動体制御や薬剤学といった分野の研究に従事した。 具体的には、薬品の物性を改変することで、体内における動体の制御や、薬効の改善につなげる研究に取り組んだ。また、薬物の動体を制御することで、副作用を回避する研究にも取り組んだ。なお、小野信義、与と幸寺らと共同執筆した光アレルギー反応に関する論文は、ジャーナル・オブ・ダーマトロジカル・サイエンスの葛藤を飾っている。 これまでの業績に対しては複数の学術賞が与えられている。日本薬学会の東海支部より2019年7月に学術奨励賞が授与されている。日本薬剤学会からは2016年2月にグローバルエデュケーションセミナープレゼンテーションアワードが授与され、同年5月には最優秀発表賞が授与されている。製剤総菜セミナーにおいては 同年8月にポストドクトラルプレゼンテーションアワードが授与されている。国際ペプチドシンポジウムにおいては2018年12月に JPS エクセレントポスタープレゼンテーションアワードが授与されている。学術団体としては日本薬学会、日本薬剤学会、日本薬物動体学会などに所属した。ありがとうございます。